はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、腰痛でお悩みのあなたに腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、今回はですね、私の技術セミナーのですね、治療技術のセミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいますので、こちらでご紹介させていただければと思います。では簡単に自己紹介お願いします。はい、埼玉県の越谷市で、慢性腰痛専門の整体院ゆうという整体院を経営しています、竹内ゆうきと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ですね、竹内先生、私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を修了されましたので、このような証明書をですね、作成させていただきましたので、こちらでですね、読み上げさせていただいて授与させていただければと思います。はい、竹内ゆうき殿、貴殿は KTR テクニックインストラクター養成講座を受講され、キネティックトリガーポイントリリーステクニックのインストラクターとしての理論実技の全課程を修了されました。ここに KTR テクニックインストラクターとして認定しましたことを証明します。令和元年12月27日 KTR テクニック協会代表迫田和也、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、今回竹内先生は私の治療技術セミナー全課程を修了されたということなんですけども、はい、このですね、動画をご覧になっていただいている、埼玉県越谷市でですね、腰痛でお悩みの方に対してですね、竹内先生からメッセージをいただけますでしょうか。はい、私の、治療に来ている患者様の多くがやはり痛みを何とかしようとして、痛み止めの薬だとか、湿布だとか、あと電気治療っていうのを多く受けてやらっしゃる方ってすごく多いんですけれども、やっぱり根本的にその痛みっていうのは治っていらっしゃらない方が大多数です。やはり根本的ではそれはないんですね。で、このセミナーを受講して痛みを取るテクニックはもちろんそうなんですが、やっぱりその先、この先も痛みが出ない、姿勢のことであったりだとか、そうですね、そのご自身でどうセルフケアしていくのかっていったそういった方法を学ばせていただきましたので、根本的に痛みを取ってこれから先も痛みが出ない、そういうお体作りというのをですね、したい方がいらっしゃれば、ご相談だけでも結構ですのでご連絡いただければと思います。はい、そうですね、やはりその痛みだけその場で解消したとしても結局また痛みが戻ってきてしまうと、意味がないと思いますので、はい、やっぱり時間もですね、本当にお金も無駄になってしまうと思いますので、しっかり痛みを取ることはもちろんですけども、その後痛みが戻らない状態を作っていただいて、これまでこうできなかったことだったりとかやりたかったことっていうところにですね、時間と、お金を使っていただければなというふうに思っています。その方法について全て竹内先生にお伝えさせていただきましたので、埼玉県越谷市ですね、腰痛でお悩みのあなたはですね、ぜひ竹内先生に頼っていただければと思います。竹内先生のですね、整体院 U のですね、ホームページのURL ですね、リンク下に貼っておきますのでご覧になっていただければと思います。またですね、竹内先生以外にもですね、全国の私の仲間の先生いらっしゃいますので、その一覧のページも下の説明欄の方に貼り付けておきますのでご覧になっていただければと思います。はい、ということで今回ですね、私の治療技術セミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいましたのでご紹介させていただきました。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。